はい、コランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。推し活の方はですね、なかなか厳しいです。これマジでなかなかポイントたまんなくね。まあお助けメインでやってるんですけども、それでもなかなかたまりません。さあ、そしてプニットショットの方はマリンさんに勝った回数12回まで来ました。なんとかですね、この先ね、まだ進めていきたいと思います。っていうのもですね、なんとかねキャラゲットしたんで、まあ遅いんですけども、せっかくなので最後まで行きたいなと思ってます。もう終わったと思いきや、ラプラスダークネス出てくれたんでね、まだまだ先続けていきます。さあ、そしてスコアタック、今日はねやっていこうかなと思います。イベント限定スコアタック、このねスイちゃんのキラキラアイコンが欲しいのよ。ということで、かなり厳しいんですけども、プラチナリーグやっていきます。さあ、こんなパーティーでやっていきます。さあ、マリン船長のホロサマーバージョン、むちゃむちゃ刺さる大好きなキャラです。これはねちょっと大事に使っていきたい。さあ、そしてペコちゃんの水着バージョン、今回使っている人多いんじゃないでしょうか。攻撃力アップです。かなりスキルも強力。そして将棋主家をねちょっとメインアタッカーに使ってみようかなと思います。ガチでいきます。そして不動さんもねちょっと一緒に使っていきます。今回はもう負けられない戦いなのでガチでいきます。そしてクルセイダーダークネス、攻撃力アッププラスデカプニューを作る、使っていきます。こちらもダブルスキルがあります。かなり強力です。さあ、こんなパーティーでいきます。ちょっとね今週は、まあ、ホロライブキャラにスコアボーナスつくんですけども、特に制限がないのでもうねいろんなパーティーが考えられます。なのでどのパーティーがね一番スコアが出やすいのか難しいとこではあるんですけども、だからアルルループも使えるしね、まあ、他にもいろんな数々のスコアタでハイスコア出すループありますよ。なのでいろいろ迷うとこではあるんですけども、まあ、ブルジョワさんも使えるしね、まあ、今回はちょっとねこの将棋しかメインで、あとこのホロメンをねなるべく多く入れた編成でいきたいなと思います。ホロライブキャラはなぜか攻撃力アップのキャラがね結構たくさん入ってます。まあ、これは運営がねスコアタイベント限定スコアタやる、もうほぼ確実に毎回やるからね。シーカーも今回に限ってはイベント期間中に2回もですねイベント限定スコアタ、まあ嬉しい限りですよ。シーカーもこの今回ペアで出てくるということでなかなか刺さります。なので、まあ、今回はですね将棋主家とこの工藤さんのこのスコアタではかなりよく使う組み合わせ、このパターンでね行こうかなと思ってます。皆さんのおすすめのねこのパーティーもですねぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。どうなんだろうね、今回はホロメンをねまあ確かにたくさんパーティーに入れた方がスコアボーナスがつくので比較的簡単にスコア出しやすいんですけども、まあ、ちょっと割り切ってですねホロメンを逆に減らしてその代わりスコアが出やすいキャラで固めて攻めるっていうのも戦略としてはありかなと思います。ちょっと難しいところだよね。まあでもこのペコちゃんとね船長のこの攻撃力アップはねかなりキャラとしても強力なんでありかなと思います。あとは今回星松水星さんのランク UZ、まあ、僕はまだゲットできていないけどね、まあ、だとかねラング UZ のオカユンね浴衣、この辺りをアタッカーに持っていくのも面白いかなとは思ってます。さあ、ちょっとこの不動産将棋主家バージョンはですね僕はあまりちょっと使ったことがないんで今回ちょっとほぼ初めてに等しいです。まあ、将棋主家に関してはブルジョワさんと一緒に使うこと結構あるけどね、まあ、不動さんもなかなかですよ。このフィーバータイム中にねループさせやすい、必殺技が連発しやすい、
まあとはいえでもダブルゼータなんでってのはあるんですけども、さあちょっとこれドライブとのスクアタックも見ているだけで楽しくなってくる。さあ今回のこのペア、まさか今回のイベントをテーマペアで来るとはね、そうきたかっていうまあイベントごとにね何がしか仕掛けを仕掛けてくれるのは非常に嬉しいね。さあスコアタックはねなかなかイベント限定アイコンなんで、これを逃すともうほぼ手に入らない。まあ次のイベントでねこのアイコンガチャとかでピックアップすることはありますけども、やっぱりでもリアルタイムでアイコンは使いたいよね。さあなんとかスイちゃんのねキラキラアイコンはかなり倍率高いんじゃないでしょうか。さあそして将棋シュカ、将棋シュカとこの不動さんのループもなかなかかなりうまくやればねループが続くんでスコアは出しやすいんじゃないかなと思います。さあそしてこのダフネスも意外といけるんじゃね、トリプルゼータ。さあもう連発でいきます。ちょっと時間が減ってきました。もう一回はちょっとフィーバー無理か、まあ、3フィーバーでどこまで出せるか。まだでも17秒あるからな、コンティニュー入れればもう1回フィーバーギリ狙えるかな。さあ今回プラチナリーグかなりレベルが高いので相当頑張んないとアイコンはねゲットできません。さあ連発していきます。ちょっとこのタイム玉とかボーナス玉もねうまく使いながら本当はねいくんですけども、なかなか難しい。さあここでフィーバータイム切れたか、残り13秒でもう1回狙えるか、ちょっと厳しいかな。まあ、フィーバータイム外だけどできる限り狙っていくか、ちょっと厳しいか。さあ1回目のコンテもう適当に打っていこうか適当に打っていこうか。さあもう1回なんとかフィーバーイン狙えるかな、ギリ行きたいとこだね。やっぱフィーバーに入ると入らないのではスコアが全然違います。さあ残り1秒、1秒だけどギリ狙うわ、粘ります。タイム玉振ってこい。さあシュカ、やっぱ将棋シュカはねマジ強え。なんだこのデカプニは。さあそして不動さんサポートとして使ってきます。おっとデカプニ振ってくるね、このプニプニ感がマジぬるぬるやないか。さあいい感じで振ってきてるけども、今もう残り0秒、0秒カウント入ってます。もうこっからこの0秒からが勝負だ。さあ少しでもスコア上乗せしていきたい。連打で、さあそして不動さんからの、まだいけるか、まだいけますね、ギリ粘る。この0秒からの上乗せ、さすがに、あっとさすがにここまでか。さあこれで結構スコア伸びました。そして 40% スコアボーナス。さああとは順位がどうか。おっと5位か。